お酒も進みますよね、あそこね。そうですね、結構その、うん、ライブとそのお料理のなんかお店のコラボレーションってことで、ね、結構なんか面白いなと思ってね、今後もそういうのをどんどん展開していくっていう感じです。そうですね、ね、はい、ね、面白いですよね、はい、いろいろ私もすごいいい面白い企画だなと思って見てます。そうですね、まあ、あの主催のね、あの今村さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方が考案してくださって、まあ、いろいろね、そういったね、いろいろね、アイデアを、すごいアイデアですよね、はい、いろいろありますよ ね、はい、ね、カナリアさんって音楽の他にはこう急に話題変わってあれですけど、はい、一応コラボ企画の話をここ前にして、はいはい、あの音楽以外に何かその趣味っていうのなんかある、はい、そうですね、音楽、うん、そうですね、もともとやっぱり音楽が好きでこう歌を歌うようになったっていうことが多いんですよ。なのでなかなか個人的な趣味っていうのがですね、あんまり、うん、今のところは足らないんですよ。昔は結構ね、時間あった時は、あの国内ですけど、時間あれば旅行とか行ってたり、旅行ね、旅行してたんですけど、今なかなかちょっと時間が取れないことが、ね、忙しいもんね、あったので、なかなか行けてないんですけれども。そうですか、はい、まあ、趣味と呼べれるとはちょっとあれなんですけど、まあ、好きなことですか ね、 ね、はい、そうですね、まあ、もう私もね、いろいろ、まあ、大体やっぱり音楽好きだとそれの、ね、関連したあのコンサート行くとか、あとは練習、ね、してたりとかね、お休みの日でも結構練習してたりとかね、私は結構ピアノを練習してたりとかしますからね、まあ、そういうのもあるしね。そうですね、まあ、歌がやっぱりあれなので、どうしてもそのボイトレとかもやってはいるんですけど、うん、ね、ボイトレもやるんですけど、やっぱりその自主的にやっぱりカラオケに行って練習をするに、そうですよね、やっぱり声を出せる、大声出せる環境がなかなかそうですよね、本当ですね、やっぱりそういったその歌の練習はもうカラオケでやって、その出し方とか基礎的な練習をボイトレでやってっていう感じで、そうだよね、はい、そう、私もピアノ弾かないでカラオケ行くときはあります、一人カラオケ。やっぱり知らない曲とかやるときはまず歌、ピアノ練習、ピアノはピアノ、歌は歌で練習するとかね、なのでやってますけどね、はい、じゃあ、まあ私の方もね、ちょっとあのいろいろあったんですけども、一応告知するのもちょっとやらせていただくと、5月11日があの阿部岳さんの、岳クラブライブですね。それで5月の12日にこのギグライブっていうのは、これは池袋、東口劇場でやってて、こう生演奏の、まあ、私ピアノでタカさんがギターでみたいな、生演奏で歌いましょうっていうものなんですけどね、これもあの、まあ、なんとか続いてます、 2ヶ月に1回なんですけどね、あのやってます。それで6月30日のこの秋田犬では、あのやっぱりアコースティックライブです、ピアノ弾き語り、ギター弾き語りオンリーですね、これがありますね、小屋経営だったかな、 あります。それから、前あのちょっとね、共催でやる予定だったのが、ちょっといろんな大人の事情でダメになったのは、7月7日に日曜日にですね、これリベンジで私だけ の主催になりますけども、中村橋音遊でライブバー音遊というとこなんですけどもね、中村橋の駅からすぐなんですけど、でここはあのいろんな楽器もあるし、キーボードやギターやドラムもあって、しかもダムもありますのでね、まあオープンマイクなんで、もしよろしかったらね、皆さんもあの出てください。ただあのちょっと予約制になっておりますので、私の方にで1人2曲ずつ回して、あの時間はすごく長く取ってますのでね、あの2回回しはまあできると思います。3回はちょっと分かんないですけども、それでまあちょっといろいろね、皆さんあのいろんな曲をねやっていただく、昭和歌謡もね、あの今練習してる方はそれどうぞやっていただいてね、あの筒美京平さんの特集も、今やっぱり皆さん練習 してる方はもうやっていただこうと思ってますので、はい、お願いいたします。そんなことでコラボ企画はつくねの後は何か決まってますか？いや、まだそこまでしか決まってないですね。あ、そうですか、はい、楽しみですね。そうですね面白いですね、はい、企画として面白いですね、はい、また食べる方とね一緒になってるのも面白いと思いますけどね、はい、まあ、カナリアさんもね、私 の、 あの企画 の、 あの主催のは出て、いつもね出ていただいてありがとうございます、うん
はい、成田さんもね、あの何でしたっけ、のっこの人形ですよね。あ、そうですね、あのせっかくですからやっていただいて、あの、はい、ダムもあるので、はい、あの大丈夫なのでね、はい、やってください、はい、それが7月の7日です。日曜日です。昼間です、はい、12時半会場、1時オープンです。で、合わせの練習なんかでね、ちょっとリハーサルしたい方は11時半からできるようにしてあります。それから、オープンマイクのね、飛び入り枠っていうのも設けましたのでね、だから飛び入りでちょっと予定がわからないけど時間が空いたから来ましたっていうのは2つだけ枠は取ってますのでね、大丈夫ですので、どうぞ皆さんね、ふるってきてくださいそういうことで、はい、ありがとうございます。今日はね、よかったわ、いろいろお話聞けてね、はい、では皆さん、暖かくなりますからね、今度は暑くてね、汗かいてあれっていうのね、今度暑くてのぼせたりしないようにしましょう。もう水分を補給してね。それで私もね、全然喉乾かないんだけど、前脱水になったので、年取ってくるとね、もう喉乾かないんだけど、体は脱水になってるって多いんですね。ですので、これから暑くなるからね、水分をたくさん補給してね、元気に過ごしてください。また次の放送まで、はい、では皆さん、こんなところでさようなら。TV.